こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはライブリマウント。綺麗なスタートを切りました。サイフォン前に行きそうです。ホットデュール、それに続いています。さらにはライブリマウント、13番ボーンウルフ、その後ろ。前に戻りましょう。先手を取ったのはサイフォン、2番手に11番ライブリマウント、その隣にホットデュール、その外にボーンウルフ、ピンクの帽子セプテンバーハイネス、その後ろ。すぐ後ろにマジカルホーク、並んで8番バスケイヤン、内からはスマイルキャップ、さらにはアンダーサンディ、並んで12番ボーンパーマ、オーロラマジェスリー、すぐ後ろ。その後ろにチェロキーラン。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。ライブリマウント、早くも先頭。ここで先頭が入れ替わりました。サイフォン、ライブリマウント、2番手に控えましたボーンウルフ、3番手。さあライブリマウント、逃げ切れるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はライブリマウント。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 一気に後続がやってきた。マジカルホーク必死に追います。2番手はマジカルホーク。ライブリマウント、この馬で決まりか。ライブリマウント今ゴールイン、段違いの強さです。ライブリマウント1着、2着はマジカルホーク。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ライブリマウント、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはボーンアリーナ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくボーンアリーナ行きました。続いて前へ行くのはラケットエクスプレス、さらにはボラス、3番イタリアンプレイ、その後ろオーブアンディアンヌ。後方からもう一度先頭からボーンアリーナ、先手を取りました。並んで3番イタリアンプレイ、すぐ後ろにボラス、その外からセンターグルーム、並んで12番フォラストガバメント、オフサイドトラップ、いい位置です。その隣にラケットエクスプレス、クワイエットベルベール、そのうちに続いています。では前の方からイタリアンプレイ、先手を取りました。その後ろにボーンアリーナ、その隣にボラス、その外にミリオンベッド、オレンジの帽子センターグルーム、その後ろオフサイドトラップ、後位をキープ、並んで12番フォラストガバメント、内からはバランシーン。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。ブラックカウンター、先手を取りました。これに続くのがイタリアンプレイ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭は依然としてブラックカウンター、まだ粘っています。ここで先頭が入れ替わりました。サッカーソネット、ブラックカウンター、2番手に控えました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。サッカーソネット先頭、1馬身から2馬身のリード、残り200m、 サッカーソネット先頭だ。サッカーソネット先頭、オフサイドトラップ、迫る、オフサイドトラップ、もう一伸び、オフサイドトラップ、オフサイドトラップ、1着、2着にはどうやらバランシーン。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。オフサイドトラップ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
馬主、調教師、騎手、全てのホースマンが一度は勝ちたいと夢見るこのレース、実力とそして強い運がなければこの栄冠は勝ち取れません。日本競馬の最高峰、東京優勝日本ダービー、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のデイカフェ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。前のトップガン、前に行きそうです。エトワールバランド、それに続いています。さらにはオートリストーリー、13番イエローキャップ、その後ろ。では前の方から、先手を取ったのは前のトップガン、大きく離れました。オートリストーリー、オレンジの帽子、イエローキャップ、その後ろ。ジェニュイン、好位をキープ。エトワールバランド、それに続きます。緑の帽子、目白シューズ、その後ろ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。一番人気のジェニュイン、現在先団です。では前の方から、先手を取ったのは前のトップガン、大きく離れました。イエローキャップ、オレンジの帽子、オートリストーリー、その後ろ。 1000 メートルを通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方まで大きく開きました。これは縦長の展開です。後ろからになりました。もう一度先頭から見ていきましょう。前のトップガン、先手を取りました。少し開いて、オートリストーリー、並んで13番イエローキャップ、好位置をキープしています。ジェニュイン、そして大きく離れてエトワールバランド、この位置です。さあ先頭はオートリストーリー、オートリストーリー、さらにリードを広げました。2番手は前のトップガン、イエローキャップ。3番手府中の直線526メートル、ここからが勝負。オートリストーリー先頭、前のトップガン先頭、2番手はオートリストーリー、懸命に追いすがります。ジェニーまだ後ろ、前のトップガン先頭、あと200メートル、前のトップガン先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はメジロシューズ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。前のトップガン1着、2着は林剛、見事に勝ちました。前のトップガンジェニー完敗です。着外に沈みました。4コーナーカーブから直線コースに向きました。さあ先頭に立ったのはカワチイメージ、後続馬も足を伸ばしてきました。あと200メートル、カワチイメージ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。マイデルコロネット迫る、カワチイメージもう一伸び、カワチイメージ、カワチイメージ1着、2着にはどうやらマイデルコロネット、カワチイメージ見事1番人気に応えました。